ラリーが、スペイン一部、レアル・ソシエダ所属の日本代表、ミッドフィルダー、久保武夫は、今期もここまで好調をキープ、レアル・マドリード復帰が噂される中、ソシエダは同選手の後釜確保を検討しているようだ。最近、三オ薫選手のレアル・ソシエダとの有名な遺跡が、この二人の若き日本人タレントの存在で最も話題となったが、これまで、レアルのソシエダ監督の決断が三オ薫選手の夢を打ち砕いていた。 ソシエダ行きで最も期待されていたのは三笘薫だったが、これで三笘薫に冷水を浴びせられたことになる。三笘薫はソシエダに来た時、同じ日本国籍の弟と一緒にサッカーをすることに最も意欲的だった。そして今ではすべてが観客やファンの予想の範囲内ではなくなりました。久保は昨年7月にマドリードからソシエダへ完全移籍。 加入1年目からリーグ戦34試合に出場で9ゴール7アシストと結果を残すと、今季もここまで公式戦全6試合出場で3ゴール1アシスト。攻撃陣に欠かせない選手として活躍しており、今月17日のラリーが第5節マドリード戦では、ミッドフィルダートニクロース相手に、股抜き突破を図ったシーンで注目を浴びている。 クボとソシエダは2027年6月までの複数年契約を結んでいるが、同選手の保有権の50%はマドリードが保有。そのため、同クラブ復帰の可能性がスペイン国内で盛んに報じられている。そんな中、スペインメディア e l ルガルデジタルは、ソシエダはすでにクボの対談を想定している、と見出しを打ち、同クラブがパリサンジェルマン、PSG、 所属ミッドフィルダーイガンインの獲得に動く可能性を報道。イガンインの現状について、今年夏に RCD マジョルカから PSG へ完全移籍したが、パリでの冒険は全くうまくいっていない。今シーズンここまでのプレー時間はわずか133分。現時点でルイス・エンリケ監督からの信頼を得られていない。第19回アジア競技大会、公衆アジア大会。 参戦のため1ヶ月にわたりチームを離脱しているため、事態はさらに複雑になるだろう、と綴っている。また、久保の今後については、欧州のすべてのビッグクラブが彼に注目している。ただ、レアル・マドリードが有利だ。マドリードは契約解除条項で定められた6000万ユーロ、約95億円、の半分に相当する3000万ユーロ、約47億円を支払うだけで済む。ただ、 高額オファーを提示する可能性があるプレミアリーグのクラブを見逃してはいけない。ロベルト・オラベ s スディ、スポーツディレクターは、久保が2024年夏以降ソシエダに留まらないと考えているとしている。